百人一首九十ゴン中ナゴンサダイエの歌です。この人を、松つの裏の夕投げに、薬やもしおの身も焦がれつつ。歴史的かな遣いです。3組を見てください。夕、う、なぎにですね。それから4組目。やもしおの、この2つです。 ゴン中ナゴンサダイエ。もう皆さんお分かりだと思います。この百人一首の選者です。藤原のサダイエ。藤原の年なりの子です。ちなみに年なりの歌は百人一首83で出ました。百人一首だけではなく、新古今和歌集、新直線和歌集の選者でもあります。さ 100人一首の中に自分自身の歌を入れるわけです。サダイエ自身がこの歌を選んだ。これまで私たちは1から96まで見てきたわけなんですけれども、やはり100人一首の並び順、そして選ばれた意図というのが分かってきているのではないかと思います。この97の歌。 サダイエ自身が選んだ自分の歌。何か和歌に対する気概であったりとか、和歌というのはこういうものだ。というメッセージが込め,て込められているように感じられます。さあ、見ていきますよ。この97の歌は本歌のりです。万葉集の超歌が本歌となっています。 長歌、えー、長いですので一部分をご紹介します。鳴きすみの船せゆみゆる淡路島松ほの裏に浅なぎに玉もかりつつゆなぎにもしを焼きつつ雨おとめありとは危険の身にゆかんよしのなければまだ続くんですがここまでです。 ご興味を持たれた方はぜひご自分で調べてみてくださいはい、地名淡路島が出てきましたね松穂の裏はその淡路島の北の海辺ですまだね、サダイエの97の歌を一緒に見ているわけではないのですがこの時点で本門に同じ言葉があるのがわかりますよね 例えば、えー、松穂の裏、2句目にありますね。それから、夕ダギにというのも3句目にあります。それから、もしおとか、焼くとかいう言葉もあります。本家である、この万葉集の長歌なんですけれども、えー、意味としましてはですね、えー、松穂の裏に、 美しい甘乙女がいると聞いたが、見に行きたいけれど、行く手だてがないので、となっているんです。で、行く手だてがないので、この続きなんですが、えー、大の大人が弱い女性のように思い乱れているという歌なんです。美しい甘乙女に会いたいけれど、行くことができないと悶々としているこの歌。 さあ、97見てください。来ない人をですよ。行くことができないよという本歌があります。一方で、来ない人がいるのという待つ立場の歌なんです。そうです。来ない人と言えるのは待っている人です。待っているのはその甘乙女のはず。 阿乙女はあの人は訪ねてきてくれない私のところにと言ってずっと待っているんですねええー、本家鳥の歌百人一首九十モーニ人のタイフの歌もそうでしたよね恋の歌でしたが本歌に対してまるでお返事を書くような変化のようになっている 歌だったんです今回は本家訪ねて行きたいけれども行くことができない恋する男性一方で待っているけれども訪ねてきてくれないと嘆く女性このように対応する歌となっているんですではお待たせしました見ていきましょう。ぬ・ 松つの裏の夕凪に、焼くやもしをのここまでです。なぜなら、松つの裏の夕凪に、焼くやもしをのこの2組目、3組目、4組目のフレーズは本家から捉えているからなんですね。途中で分けてしまうと意味がごちゃごちゃになってしまいます。来ない人を は、先ほどお話ししたように、来るという意味のこの個の字が当たられますね。それから、ぬーは打ち消しの助動詞です。なになにしない。はい、待つほの裏ですね。まず漢字ですけれども、えー、本家にあるこの漢字。淡路島の北の海辺を指す地名ですね。一方で、来ない人を待つという意味もあるんです。 のの裏の松それから訪ねてきてくれない男性を待つ2つの掛け言葉になっています。ということはこの2つの意味をしっかりと、えー、入れ込んで訳していく必要があるわけですね。夕凪とありますがこの言葉の意味は夕方風が止んで波が穏やかに静まった状態のことなんです。 万葉日の方を見てくださいね。朝なぎと夕なぎのフレーズが出てきます。朝なぎは朝に風が止んで波が穏やかに静まった状態。夕なぎは夕方に風が止んで波が穏やかに静まった状態のことです。それから4句目、焼く。まあこれはいいでしょう。もしを焼くとつながるんですね。この矢は関東女子です。 えー、やーといえばね、皆さん、あの、係り女子ではないか、係娘りびではないかというセンサーが働くと思うんですけれども、えー、今回は関東女子です。係娘りびではありません。も塩ですね。万葉集にもあるんですけれども、このもとは海藻のことですね。塩はその海藻から取れる塩のことなんです。もしは塩作りと関係があります。 海から取ってきた海藻に海水をかけます。そして天日干しにします。それから、それを火で焼いて、水に溶かして、煮詰めると塩が完成します。塩を作る過程で一度焼くので、ですから焼くや藻塩のというフレーズ、藻塩を焼くというフレーズが出てくるわけです。では 松保の裏の夕なぎに焼くやもし用の。待って、私はあの松保の裏の夕なぎに焼くもし用のようおに。このくは次の焦がれつつを導くじ助言葉になっています。 身も焦がれつつ、私の身もあなたをずっと恋焦がれています。甘乙女は、ああ、あの人来てくれないかな。ずっと待ってるのに、こんなに思いを寄せているのに、と言ってるんですね。さあ、前後しましたが、最後の句、区切っていきますよ。身も、私,も身私の身もですよね。焦がれつつと終わります。 この、焦がるですが、もしよが火で焼け焦げていくということと、あなたに恋い焦がれるの焦がれるの意味がかけられています。では、かけ言葉ではないのかと、えー、考えられる方もおられると思うんですが、今回は助言葉ですので、 今の2つの意味がこうやって合わさっていると判断したらそれで結構です。つつで終わっていますが、これは接続助詞なんです。継続や反復を表します。今回はずっとという意味に反映させてみました。さらに和歌の2本まだあります。役といえば焦げる。模潮といえば焼く。そしてその模潮が焦がれるというように、 援護になっています「百人一首93鎌倉の右大臣」という名で源の実朝が出たのを覚えていますか源の実朝はこの「昆虫納言定家」藤原の定家に歌を教わりましたその時に定家が実朝に伝えたのは「 万葉集や古今和歌集の古きを慕うこと、そして新古今和歌集の新しいものを求めること、この97の歌を通して、そのサダイエの言っていたことが、皆さんにもきっとお分かりいただけたのではないかと思います。サダイエは百人一首のうちの一つ、自分の歌を選ぶ上で、まるで歌といえばこうである。 と言わんばかりの、それぞれのエッセンスがぎゅっと詰まった、この歌を選んだわけですね。それでは決まり字です。こ、ぬ、と読まれれば、や、く、の札を取りましょう。松語の裏、夕凪、なぎ、そして、やくやもしおの、このフレーズがわかっていれば、 何も無理やり、この97の歌、丸暗記することなく、意味が分かり、そしてカルタトレにも役立つことと思いますよ。来ぬ人を、松つの裏の言うなぎに、役やもしおの身も焦がれつつ、百人一首97、ゴン中ナゴンサダイエの歌、以上です。